皆さん、こんにちは。この動画は徳島県教育委員会が児童・生徒の皆さんや保護者に向けて作成した家庭学習応援動画、徳島学びのサポートです。今回は小学校4年生国語の学習です。3年生は予習として、4年生は復習として利用してください。使用するプリントは言語についての知識に関する練習問題9番です。総合教育センターホームページよりダウンロードしてください。今回は国語辞典の活用、主語について復習していきます。国語の学習の進め方を紹介します。ステップ1、言語の力を高めて話す、聞く、読む、書くの学びを深めていきましょう。生活や学習の中でしてみたい、どうしてだろうなどの気持ちを大切にしてチャレンジしてみましょう。ステップ2、何が分かった、分からなかったか、言葉が増えたなどを振り返ってみましょう。ステップ3、何々の時に使えそうだ、使ってみようなど学習を進めてみましょう。最初に問題を紹介します。次に動画を止めて考えてください。最後に解説します。今回は9番のプリントの5と6の問題を解説します。5番の問題です。国語辞典の使い方です。プリントに説明があるように、国語辞典では形が変わる言葉は言い切りの形で出ています。花束を抱えたピアニストの中の抱えを調べるとき、どのような形にして調べると良いですか？6番の問題です。主語を選びましょう。私の家に友達が遊びに来ました。主語は誰が何がにあたる言葉ですね。述語とつなげて意味が通るかが大事です。それでは解説をします。5番の問題です。いろいろな形がありますね。深かろう、深かった、深くなる、深い、深い川、深ければ。言い切りの形は深いです。国語辞典の見出し語はこのように言い切りの形で出ています。では抱えの部分をひらがな4文字に変えてみましょう。そうですね、抱えるです。では練習してみましょう。静かにを言い切りの形に変えてみましょう。そうですね、静かです。それでは国語辞典の使い方をさらに練習してみましょう。国語辞典で最初に出てくる言葉はどの言葉でしょう？国語辞典では五十音順に並べてあることを思い出しましょう。虎、ネズミ、牛、蛇です。一番目を比べましょう。正解は3番の牛ですね。次の問題をしてみましょう。買い物、花瓶、顔色、観察です。一番目を比べましょう。同じ時は2番目を比べます。
正解は1番の買い物です。次の問題です。ビザ、ピザ、膝です。1番目を比べましょう。正解は3番の膝です。膝の日を西洋、ビザの日を濁音、ピザの日を半濁音と言いましたね。このように西音、濁音、半濁音の順番に並んでいます。最後は主語を選びましょう。主語は誰が、何が、述語はどうする、どうだ、なんだでしたね。遊びにか、来ましたかで迷いますね。来ましたはどうしたにあたります。遊びには来ましたを詳しくしています。ここでは述語は来ましたです。それでは一体来たのは誰でしょう。私のでしょうか、家にでしょうか、友達がでしょうか。主語だと思われる誰が、何がにあたるものをつないでみましょう。私が私の家に遊びに行くのはおかしいですよね。また家が遊びに行くことはできません。主語と述語をつなげてみてください。私の来ました、家に来ました、友達が来ました、遊びに来ました。正解はうの友達がです。主語と述語をつなげて意味が通るか確かめましょう。このように文の中で主語を確かめながら文章を読んでいくと文章が分かりやすく楽しくなりますよ。それでは練習をしてみましょう。主語を見つけましょう。私の弟はいただいた桃を食べました。述語は食べましたですね。食べたのは私か弟か、大違いですね。つなげてみましょう。私の食べました、弟は食べました、いただいた食べました、桃を食べました。正解は弟は食べましたですね。つなげてみて意味が通っていて主語、述語の形になっていますね。主語は伊の、弟はです。今日の学習を振り返ってみましょう。国語辞典を上手に使えるようになると知っている言葉や使える言葉が増える。主語と述語の関係が分かって使えると伝えたい内容が正しく伝わる。今日の学習を生活の中でも活かしてください。また学習ガイドにはこのように楽しくてためになる問題がたくさんありますよ。どんどん挑戦してみてください。最後にはるかさんとただしさんが何か言っています。聞いてみましょう。おばあちゃんに需要のある食べ物を食べなさいと言われたのだけど、わからなかったの。需要？聞いたことがない言葉だね。どんな時に言われたの？それが夕飯の時、人参を残していると言われたの。需要、人参。需要の要は栄養の要と関係あるのかな？なるほど。国語辞典で調べてみよう。面白そうね。調べてみましょう。
皆さんも調べてみてくださいね。それでは、さようなら。